皆さんおはようございます。おはようございますって言いながら夜の撮影になってますが、本日ですね6月9日、まあ、私にとっても特別な日にですね、いよいよ津田弘明の初の著書、会話の達人が大切にしていること、予約開始となりました。ありがとうございます。あの YouTube ですね、ご覧の皆さんの中でも、あの弘は一体いつになったら本を出すんだというねコメントなんかもよくいただいてたんですが、まあ、おかげさまでようやくですね本を上司することができまして、大手出版社のフォレスト出版社様からですね、あの本当に超一流出版社ですけれども、今回、会話の達人が大切にしていることということで本出させていただきました。あの会話についてですね、あの本当にこの3年ぐらい、まあ、自粛とかマスクの同調圧力とかがありまして、まあ、会話するなというねちょっとそんなこう傾向もあったと思うんですけれども、でもね、もともと会話にそんなにこう得意じゃないと、しかも割とどちらかというと苦手意識を感じていた方って一定数いると思うんですよね。自分が口下手とか上がり症でこう何を喋ったらいいんだろうとか、で会話がこう割と苦痛でしょうがない、なんとか時間をやり過ごすとかですね、そんな方もこう少なからずいらっしゃったと思うんですけれども、そんな方が、まあ、あの3年間のコロナ禍でですね、ますます、会話が苦手になってしまったというね、そんなご相談もいただいてたんですね。で今回のこの企画をいただいたのがもうかれこれ3年ぐらい前になるんですけれども、ちょっとこんだけ会話が自粛している時代にですね、会話の本出すのもちょっとどうなんだろうということで少しね期間を置いていたんですが、まあいざマスク外してみたらもうもともと苦手だったのがますます苦手になってしまったみたいな、そんなご相談もねたくさんいただいてたんですね。で今の時代だからこそ出せた本なんだと思いますし、あがり症とかね口下手な方にはもちろんこう読んでいただきたいわけなんですが、自分はどっちかというとこう会話になんか困ってないぞと、ね、別にあの会話楽しませることができるし楽しい会話できるぜって言ってる人にもね逆に読んでほしくて、あの昔の私なんかがそうだったんですけれども、自分は楽しい会話ができるタイプだと思い込んで自分のことばっか喋ってですね、なんかあのちょっと自慢話っぽくなったり苦労話っぽくなったりなんかマウントっぽくなったりして、結局相手からは敬遠されていたみたいなことが私すごくあった人間なんですね。だからこそあの本当にね会話ってこういうことを大切にすると必ずうまくいくんだよということを今回の本では伝えたかったですし、そもそもの会話の目的って何なのかって考えた時に、あの僕自身がですね思ったのは、会話とは良き出会いを作るためのツールなんだと、会話力とは相手と良き出会いをするための能力なんだというふうにこう定義づけたわけですよね。初対面だったらまた会いたいってこう思ってもらえるような、あるいはこう何回も会っていた相手でもなんかやっぱりまた会いたいし、あるいはこう近しい人とだったらこの人と一緒にいたいな、この人と一緒に生きていきたいなというふうにこう家族に思ってもらえたり、あるいはこう従業員だったり同僚だったり仲間だったり友達からもこう思ってもらえるような、そんな会話力ってどうやったら身につけられるんだろうということをですね、今回本の中に思いっきりこう書かせていただきました。なのであの口下手上がり症でも全然大丈夫、そのままのあなたでも大丈夫だよっていうことを伝えたし、会話に自信があると思ってる人もこういうとこ気をつけていただくともっともっといい出会いでできるようになるんだよというところもね書かせていただいて、でもうその場でパッと使える技術スキルもういっぱい入ってます。もうユニークなものいっぱいあるんで、ちょっとこういくつかここで紹介したいところなんですけど、まあ、それやってるとねちょっと動画があっという間に終わってしまうので、本当にね例えば、すごく目上の人と会話をするときにこう緊張しちゃうことってありますよね。でなんかすごくこう敬語で距離感があるまま終わってしまうってこともこう少なからずあるじゃないですか。あなんとかこうすごい目上の人とね緊張したけど、まあとりあえず会話できたなみたいな、でも別にまた会いたいと思ってもらえるわけでもなく、そんなにいい出会いになるわけでもなかったみたいなこともねあると思うんですけども、そんなこう年上目上の方とあっという間にフランクな関係になってしまうマル秘スキルとかですね、そういうのもこうご用意させていただきました。それ口下手とか上がり症とか一切関係ないんですよね。
あるいは相手の話をこうやって受け取ると、もっともっとね、相手といい関係になっていけるし、相手がね、こう楽しそうにたくさん話してくれるよと、それをまたどうやって受け止めて、どうやって返していくと、よりこう良好な関係が作られるんだろうかというようなこともね、こうフルで入れさせていただいたので、本当にもう全日本人必読の本と、本当に思ってるんですよ。中学校、高校、ね、思春期の頃から会話が苦手だなってなると、なかなかその後のこう人生で苦労したりですとかね、勉強も頑張ってきたし、ずっとねいい学歴つけよう、いい企業に行こうって言って頑張ってきたのに、結局大人になると、会話力のある人、コミュニケーション能力が高い人がこう得をするというか、で皆さんでもどうですか、周りの方を見ていて、出世していく人とかね、なんか世の中こう人生すごく得をしてる人って、能力学歴ももちろんあるかもしれないけど、どちらかというとその能力学歴というよりはコミュニケーション能力、会話力が高い人がなんかいろいろ得してると思いませんか、ね、周りから好かれたり結局出世していったりとかですね、そんな悩みを抱えた人にも本当にたくさん出会ってきたんですね。なんかいい学歴をつけて、ね、いい大学に行けって言われて、いいところに勤めろって言われて、要はね社会の要望に応えて一生懸命努力してきたはずなのに、なんでこんなに生きづらいんだろうなというところですよね。かくいう僕自身も、例えば、16歳の時に阪神大震災があって、その時別に被災したわけではないんですが、当時通ってた学校にですね、休学願い出して、そのままね、ヒッチハイクって言葉もない時代に、トラックのうんちゃんにお願いして、神戸まで行って、なんか1ヶ月半ぐらいお手伝いしてくるみたいな、そんなこともあったんですが、その頃はね、まだまだその、高校1年生ですから、現地の人たちになんて言葉をかけたらいいんだろうっていうところで、全くわからなかった。元気にしてあげることも勇気づけてあげることもできなかったとかですね、あともともとプロのミュージシャンだったもんですから、まさにその言葉の力で相手を元気にしたいということをずっとチャレンジして、やり続けてきたと。で今は、会社を作ってそのコーチカウンセラーとして、まさに言葉の力によって、相手を元気づける、勇気づけるってことをこうやってきてるわけなんですけれども、まあ本当に言葉って不思議なものだなと思って、僕の持論なんですが、人は、言葉で生かされて、言葉で本当に死ぬことだってあるんだよということを伝えてるんですよね。要はずっと自分に自信がなかった人が、あなたは素晴らしいよって、ね、あなたとずっと一緒にいたいし、あなたのことを応援してるよっていう言葉をずっとかけられたら、あ、俺はできるんだって言ってもう一回生きることができるかもしれない。でも逆にあんなに元気だった人が会社でいわゆるパワハラにあったりですとか、上司からねその恫喝を受けたり、なんか同僚からひどいこと言われたりして、そのまま鬱になってこう命を絶っちゃうってこともあるじゃないですか。でもここで大事なのは、別に上司も同僚もね、その人のことを死なせたいとか全く思ってるわけじゃないんですよ。鬱にしたいなんて思ってるわけじゃなくて、むしろね、まあ人にもよりますけれども、その応援したいとか、お前もっとできるだろう頑張れっていうことを言いたいんだけど、それがうまく伝えられずに相手の受け取り方によっては、私は否定されたんだと、全然大切にしてもらえないんだって言って、自ら命を絶ってしまうとか、まあ、そこまでいかなくても鬱になっちゃうとか、そんな方こう山ほどいるわけじゃないですか。だから、広い言葉、大きな言葉で言うとまさに言葉だし、相手とのコミュニケーションって言うと会話によって、私たちってね相手との関係性を作っていくわけなんですが、その会話のポイントを押さえておかないと、知らず知らずのうちに相手を傷つけることもある、あるいはいい関係が作れないっていうことをどうしてもこう伝えたかったんですよね。でも逆に言うと、あなたがどんなに不器用だろうが、口下手だろうが、上がり症だろうが、赤面症だろうがね、あるいはそこまでいかなくても、その会話そのものに苦手意識を持っていたとしても、ここだけ押さえておいてくださいと、このあたり、この3つの柱あたりをねしっかり押さえておいてもらうと、別に上がり症を克服する必要もないし、口下手な人がね一生懸命面白い話ができるように、なんかいっぱい話題やテーマを探したりとか、そんな必要もなくて、ここだけ押さえておいたら、別に上がり症だし照れ屋なのかもしれないけど、なんていい人なんだろう、またこの人に会いたいな、この人応援したいなって思ってもらえるというね、そういうスキルとか考え方、あり方、いっぱいもう盛り込んであります。もうね、津田裕明の集大成というか、これまでのね津田裕明の YouTube とか、あるいはもっと近いところで、スクールの生徒さんなんかは、あー、ヒロさんのあのエピソードだとかね、あー、ヒロさんがいつも言ってるあれだとか、なんかこうにやりとほっこりとしていただけるような、そんなエピソードもねいっぱい入ってるんじゃないかなと思いますし、さっきも言いましたけど、別に俺は会話には困ってねえよと、俺は十分人を楽しませることができるんだと、別にねテーマに困らないし、なんか次から次へ会話できるぜって言ってる人もねぜひ読んどいてほしいんですよ。
本当にもっと上手になるし、ここだけ押さえておくともっと上手になるし、逆にここ気をつけないと案外いい出会い作れてないかもしれないよってことがあるかもしれないんですよね。昔の僕自身がまさにそうだったんですけども、なので本当にこう多くの方に呼んでほしいなと思いますし、最後になりますが、その僕自身はね、これ大事な学びで、本の中にもね2回もこう書かせていただいたんですが、昔こうコーチングスクールに通っていた時にですね、そのコーチングスクールの理事長先生にこんなことを言われたことがあるんですよね。みんなより良い世界にしたいと思うかい？ああそれ思いますね。より良い日本にしたいと思うかい？あもちろん思います。なるほどね、じゃあさヒロねって、人って何でできてると思うって不思議な質問されたんですよ。何の話やと思って、じゃあちょっと考えてみようか、世界って何でできてると思う？世界は国ですね、国の集まりですね。そうだよね、国って何でできてると思う？国って社会の集まりですかね。ね、社会は、そして家が集まってできてると。じゃあ家は誰でできてるかというと人でできてるよねと。人って何でできてるんだろう、筋肉かな細胞かなとかいろいろこう考えたわけなんですが、いろいろな考え方があると思うんだけど、僕はね人って出会いでできてると思うんだよね。なるほど、例えば昔からよく話があるけど、狼に育てられたら狼のようになっちゃった赤ちゃんっているよね。そう、僕らって日本人の親の元で生まれて日本人に出会ったから日本人になれたし、アメリカの子供ってアメリカ人のご両親という出会いにがあったからこそアメリカ人になれるんだよね。つまり人って出会いでできてる、出会った人によって私たちの人生って作られていくんだよね。そうだから、たった一つの良き出会いをすることがいい家を作ることだし、ね、それがいい社会を作っていい国を作っていい世界を作っていくことになるよね。だから、ね、いい出会いを、ね、この目の前のたった一つの良き出会いをすることが結局いい世界を作っていくことになるんだよねって言われた時に、すごく腑に落ちたというか、めちゃめちゃ感動したんですよね。そうで、その自分自身もじゃあこれまでいい出会い作ることができてたかっていうと、いやそんなことないなと。僕自身も本当にこう自分に自信がなかったタイプなので、すごく卑屈なコミュニケーションになってしまったり、あるいはね劣等感の裏返しで優越感を感じて、なんかどこか自分はそんなつもりないんだけど、相手からするとすごくマウント取ってくるな、上から喋るな津田弘明って男はって思われてたことも絶対あると思うんですよね。でこういったコーチング、アドラー心理学、コミュニケーション、そういったことを徹底的に学んでいくうちに、あ自分はなんてコミュニケーションや会話が下手だったんだろうと、全然ダメだったの俺はと思って、そこから学び直して自分を作り直して実践し続けてきたんですね。で今本当にこの目の前の方と出会った時に、あヒロさんにまた会いたいとか、ヒロさん応援したいよって言ってもらえることがめちゃくちゃありますし、僕自身もそのたった一つの出会いをいいものにできなかったら、この今の自分になってないなって思うことがすごくあるんですね。例えば僕の人生を一番変えてくれたのは妻の存在だと思いますが、妻と出会った時にね、なんだこの人変な人だなとか、もう会いたくないな、関わりたくないなってもし思われてたら、妻のおかげでコーチングにもアドラーにも出会ってるし、今の素晴らしい仲間や先輩や師匠たちにも出会ってるので、妻と出会った時にその会話力を学んでいなかったら、自分はどんな人生を歩んでたんだろうと思うとゾッとするんですよね。なので本当に心込めて書かせていただきました。一つの出会いが日本をより良くしていくし、世界をより良くしていくと、そしてあなた自身の人生を絶対良いものにしていくから、今日本はあんま元気ないですよね。だからこの本を通して、本当に一つでも多くの良き出会いをしてほしいなと思いましたし、ね、良き出会いをすることが必ず、あなた自身の人生を変えていきますよと、ね、僕はよく言うんですが、人生って出会いで決まるよねって。誰と出会うかで決まるんだけど、誰とどう出会うかで決まるんだよね。そう、あ、人やな、また会いたいなって思える出会いをにできるかどうか、相手からそう思ってもらえるかどうか、それってね、あなんかプールすごい歩いてますね。ね、今すみません、タイのバンコクにいるんですけども、ね、そんな良き出会いをしていくことが本当にその人自身の人生を変えていくことになると思うので、はい、ぜひね、より良き人生への応援として本当に心込めて書かせていただいたので、ぜひ一人でも多くの方に手に取っていただけたらと思います。今日からAmazon で予約開始になるので、概要欄にもちろんリンク貼っておきますし、もしねAmazonとかで売ってなかったら楽天ブックスでもいいですし、もちろん最寄りの本屋さんでも売ってると思いますので、ぜひねそちらで手に取っていただけたら嬉しいかなと思います。ぜひこの本を通して皆さんの人生を応援させてください、また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さんありがとうございました。支援中の、タイバンコクからお送りしました。